アニメーターとは、アニメーションの制作工程において、作画工程の原画、動画を担当する人全般を指す。商業アニメでは、原画、作画監督、動画、動画検査などが該当する。作画力と、キャラクターに演技をつける演出者としての能力も必要で、アニメーターの力量は映像に顕著に現れる。新人は、動画マンを経て、 原画マンで経験を積み評価されると作画監督に昇格する。ストップモーションアニメーションでは人形を等の動きの設計を担当するもの 3DCG アニメーションの制作では動きをつけるもののことを示す。原画が完全にデジタル化されてもなお一定数の人手が必要なため、アニメーション業界は労働集約型産業とされる人物についてはアニメ関係者一覧を 参照原画マンは、動きのキーポイントの静止画を作画し、その間の絵をつなげる作業は、動画マンが担当する。複雑な動きが要求される場合は、原画マンがあらかじめ原画の間に参考絵を足すことも、ある。出来上がった原画は作画監督にチェックをされる。担当する者は、原画マンと呼ばれ、演出家と担当パートの打ち合わせを行い、まず、絵コンテを元にレイアウトを描き起こす。 レイアウト作業ではカメラワーク、背景用の原図、動きのラフなどの絵を用意する。演出はレイアウト上がりがコンテの内容、演出意図とズレがないかを確認し、必要ならば指示を入れ作画監督に渡す。演出、作画監督の修正が入り、チェック済みとなったものがレイアウトバックとして格言我慢に戻される。複数で作画作業を行う場合、 キャラクターごとに原画を分担させる制作体制をとることもある。作画効率が低くなる代わりに、一人のキャラクターを一人の原画マンが一貫して責任を持つため演技の設計が行いやすく、また、原画マンごとによるキャラクターの演技や表情に違いが生じないというメリットがある。日本ではカットごとに原画作業を分担することが一般的で、外注するには、 都合がよく効率的ではあるが、短いカットの参加では演技設計が難しく、画面や演技の統一感が得られなくなるデメリットがあるため、作画監督が必要となる。作画監督は動きをチェックして修正したり、原画マンごとに異なるキャラクターの解釈を、キャラクターデザインに基づいて修正して、画面の統一を図ったりする。アニメーター出身の演出の中には作画監督の、 領域までタッチすることもある。作品によっては作画監督官の絵のばらつきを抑えるために創作画監督を立てることもある。紙と鉛筆などアナログな制作環境で行うことが過去から続いているがペンタブレットとイラストソフトを利用して原画作業を行うデジタル原画を取り入れる場合がある。担当する者は動画マンと呼ばれ原画と原画の間を保管するように絵を描き、 これを中割という、またラフに描かれた原画の線を拾いクリーンナップ作業を行うのも動画の役割である。一般的に新人アニメーターは動画を担当し、技量を認められると動画検査や原画を任せられるようになる。原画工程同様に管理役職がおり、動画検査と呼ばれる動きに関する熟練者が動画の修正やリテイクを指示する。 デジタルアニメが一般化しているが、レタッチソフトと液晶タブレットを使い、手で描く手法が主流であることや、専門知識を持つものが少ないため、CG を活用できるアニメーターの確保は難しいという。海外のアニメーターにはフリーランスで作業を手掛けるものが多く、その分野ではエンターテインメント、特にフランスにおいてはその制度で健康保険や年金が設けられているほか、 年に一回、コンジアイズ・スペクタケルズという有給休暇が1ヶ月分与えられることが最大のメリットとなっている。基本は自己申告制であり、ここからこのあたりまで休暇を取りたいと伝えると、そこから1ヶ月分の給料を手渡されるようになっている。ただし、その前年にあまり働いてなければ、この給与が少なくなってしまう欠点をはらんでいる。国内のアニメーターの多くは、 有名クリエイターを夢見て目指すものが多い。原画として成功した時の見返りは多く、高い実力の持ち主が独立した場合などは、多くの収入を得ることもできるが、独立までいけるものは、ほんの一握りであり、ほとんどのアニメーターが、一般的なサラリーマンの平均的な収入よりも、はるかに低く、また基礎から育てられずに、動画から原画に即性的に移行させられることによる。 力量不足などで挫折し、業界を離れていくケースも多いと言われている。基本的に、アニメーターで生活できていないと報道されているのは、現画へ出世できていない動画マンの方だ。1980年代には低収入という認識が、芸術系学生の間で広まっており、当時アニメーターを目指し、日本大学芸術学部へ進学した、青山剛将は入会した。 漫画研究会の先輩である矢野博之に漫画家の方が儲かると言われ、進路を変更したという。現在の日本のアニメーターのほとんどが契約社員かフリーランスであり、正規雇用での雇用がほとんどないため、健康保険や厚生年金などの福利厚生が受けられない。固定給制である制作会社は、スタジオジブリ、京都アニメーションなどごく少数しかない。また、 実力を認められたアニメーターが会社側から拘束を受け、単価とは別の固定給をもらうという場合も存在する。新人アニメーターの担当する作業は低単価の動画であるが、原画から育成する方針のスタジオも存在する。動画1枚、原画1カットの単価で気高性の業務委託、受け負い形式であるが、ブルーレイディスク DVD、その他、キャラクターグッズがたくさん売れたからといって、 それらの売り上げがアニメーターに一切還元されず、受け負い金額にも反映されない。作画監督は1話の制作期間拘束されるため、作品の掛け持ちや、あるいは制作会社が拘束料を支払い専属の契約社員となる場合もある。新人アニメーターの多くは契約社員であり、動画担当は劣悪な労働環境と低収入から1年間で90%が、 やめていく状態である。平均労働時間は1日約18時間、週2回は徹夜で、月収約2から3万円しかない。中堅クラスのアニメーターや動画マンでも月収は約7万5千円から10万円程度しかなく、良くても約15万円と言われ、実家からの仕送りや副業により収入を得ていることも多い。収入が少ない理由として、 一枚の動画の単価が約百五十円から高くても二百円程度しかなく、採用されなければ一切の収入が入らない。また原画や動画の単価は昔からほとんど変化もしていないこともあり、アニメーターの約二十五パーセントは年収百万円以下であると言われる。また九百八十年代頃までは月当たり千枚ほど生産していた動画アニメーターが存在していたのに、対し、 現在は制作体制が変化し、パソコンにスキャンして再色する関係上、作画の線をきれいに描かなければならないこと、視聴者から求められている作画のレベルが上がっていることから、一人で多くの枚数を生産しにくい状況となっており、月に500枚描ければ動画マンは一人前とも言われる。動画マンとしての仕事を覚えて、現場でアニメーターとしての実力を認められると原画の仕事に、 移行する。原画の場合は1枚ではなく、1カットの単価が約3000円5000円となり、責任者である作画監督になると、1話あたりの単価が30から40万円ほどになると言われている。また、広告代理店や制作局などの制作委員会が制作費の多くを中抜きしており、制作会社に与えられる制作費が少ないため、これも動画マンのアニメーターに、 十分な収入がない理由の一つとも言われている。アニメ監督、山崎治は、アニメ制作の予算配分はおかしく、音響監督、脚本家、撮影はもらいすぎではないかと疑問を呈している。劣悪な労働条件を改善するため、2007年10月13日に、スタジオライブ社長の足田富雄の呼びかけで、日本アニメーター、演出協会が設立された。2008年に株式会社、 ボンズ名義でアニメーターの個人情報が流出する事件が起こり、アニメーターの格付けが行われている実態が明らかとなった。その格付けによると、こいつは首、先般、会社の癌などとアニメーターの人権を否定するよう格付けしていた。その一方で中国の AGC 企業が日本で会社を設立し、良い人材を集めるため、日本の制作会社より高い待遇を提示する例も、 見られるようになっている。2016年10月頃より、株式会社 PA ワークス所属のアニメーターが、自身のツイッターにおいて、支払い名最初を掲げた上で同社の雇用条件や、賃金に対して、批判的なツイートを連発、等のアニメーターが公開した、給与のうち、最も高額だったのは2016年10月支払い分の、手取り額で67,569円だった。 それらが注目されてネット上の各所に情報が拡散される事態となった。1990年代後半からアニメ制作にコンピュータを使うことが一般化し、2000年代以降は静止画の自動生成技術により省力化が進められているが完全にデジタル化できても一定数の人手が必要なため、現在でもアニメーション業界は労働集約型産業とされる。DNA では 中割りの自動生成技術の開発を行っているフランスでは以下の国家資格が存在する。ありがとうございます。